にちは。私には目が見えない友達がいます。その友達は幼い頃からずっと隣に住んでいて、よく一緒に遊んだりおしゃべりしてきました。高校は別の学校に行くことになりましたが、今でも連絡を取り合ってよく会ったりします。どうしてその友達について話したいかというと、彼女に非常に興味深いことを教えてもらったからです。今から目で見えない世界の話をご紹介したいと思います。目が見えないと周りで何が起きているのかを知るのに聴覚が重要だと思います。小学生の頃、秋の初めにその友達と一緒によく散歩をしました。手をつないで2人だけで静かな森を歩きました。その散歩の時、友達はいつも草の中にいるとても小さな生き物の立てるもの音も聞こえているようでした。それには全然気がつかなかった私にそれを教えてくれました。そして私はそんな生き物がどんな形かを友達に説明しました。次に重要なのは味覚と嗅覚です。いつだか彼女と一緒にどこかレストランに食べに行くことがありました。その時は2人でこんな実験をしました。私は友達に何も言わないで何かを注文しました。ですが友達は料理を食べるとどんな材料で何で味付けされているか全て当てることができました。その時は私はよくわからなかったので、この実験を続けても私は負けるに違いありませんでした。それから手の感覚です。友達は絵を描くのが好きで上手です。生まれつきの盲人なのに絵を描くなんて本当に大変だと思いませんか。ですが彼女はよく物を手に持って触って絵の具で大きなキャンバスに絵を描きました。どのようなものかというと、例えば小さな彫刻やぬいぐるみや花瓶に刺さった花束などでした。絵が苦手な私にとってそれは奇跡のような驚きです。彼女の手の感覚の鋭さには今でも目を見張ります。それらの付き合いのおかげで盲人の世界は見える人には全く想像できないような深淵で不思議なものだということが分かってきました。お互いの友情で彼女と私は同じ一つ世界をさまざまな視点から理解できるようになりました。ご清聴ありがとうございました。